それでは開けていきます。僕フォルテ、おはようございます。フォルテです。シャキーン、まあ、最近はちょっとねおしゃれな路線を目指してます。なんたってイタリアのピアノを持ってますからっていうことはできませんけども、あんまりおしゃれは僕にはもう程遠い存在ですけども、はい、あ、ちょっとおしゃれに行きたいですね。まあ、今日はこのイタリアのピアノファッツォルというねピアノを買ったらついてきたものを紹介したいと思います。もちろんピアノを買えばピアノが来ます。しかしそのピアノだけでは維持はできませんよね。どういうことかっていうと、ピアノの部屋の環境の、まあ、温度だったり湿度だったり環境を整えてあげることが大事です。じゃあ僕が買ったファッツォル買った人にはついてくるものなんですけども、はい、まずは鍵盤のこれ、じゃんじゃじゃーん、ちょっと高級感ありますよ。ちょっと高級感あるくないですか。鍵盤カバーっていうんですかね、こういう、はい、まずはこういうものがついてきました。それ以外にもごっついねピアノのカバーがついてきました。まあ僕はピアノをきちんと、まあ、いい環境で維持したいなと思っているので、毎日蓋を閉じ、そして蓋を閉め、そしてピアノ弾かない夜には、寝るときにはね、きちんとカバーをして、で朝来たらカバーを開けて蓋を開けてピアノ弾くっていうね、ちょっとめんどくさいですけども、きちんと維持するようにしてます。まあそれはもう、いいピアノを長く使い続けるためのもう最低条件かなっていうのを教えてもらったのでやっぱりね、ホールとかにあるピアノとか、まあこの、まあどのピアノもですけども、まあ今僕がね、今後ろにある C1 もその今こっちを中心に練習してるので、今こっちはカバーをかけてます。ですので皆さんもね、カバーとか結構大事ですので使ってみてください。ここに譜面カバーがございます。こうやってね、まあここにロゴがファッツォルって入ってて、これが譜面カバーです。でね、まあこの譜面台のちょっと特徴としては、ここがちょっとえぐれてます。ここですね。だからそれに合うような形の譜面カバーとなってます。それ以外にも実はオーナーズバッグっていうのがございます。じゃん、ここにファッツォルメンテのためのオーナーズバッグが入っています。わーお、見てください、ファッツォルのカバンです。そしてその中に木箱が入ってます。まあ、どんなものが入ってるかね、ちょっとみんなで見ていきたいなと思います。はい、それでは開けていきます。わーお、ちょっとね、今ちょっとくしゃってなった時に許してね。まずはね、鍵盤ピカピカする鍵盤というか、はい、ピアノを拭いてあげるためのちょっとなんか独特なタオル、まあ、これは結構どのピアノにもついてくるんじゃないかなと思います。で、僕のね、今のピアノの横のロゴが白になってると思うんですけども、まあ、それのね、予備たち、じゃんじゃんじゃん。そしてさらに、まあ、これはね、どのピアノにもついてくるかはわからないんですけども、一応僕が買ったピアノが3000台目のピアノです。生産モデルが3000台目です。どうですか皆さん、ここに3000って書いててね、まあ、これをピアノの内部に装着するというか貼ることができるそうです。まあ普段は使わないのでね、しまっときましょう。そして先ほどお見せしたシールです。まあぴったしのように作ってます、予備用と。で、ファッツォル専用のこれは多分また鍵盤ふきふきですね。はい、まあこれちょっと数万円ありました。で、他にもこれはちょっと多分ファッツォルのなんかをするときに使うっぽいですね。鍵が入ってます。見てください、可愛くないですか。で、その他にもまあなんかちょっとゴールドな本です。中見てみましょう。こういう風なお家にしてくださいねって言わんばかりの雰囲気です。巨大なお家やないかっていうね。
ですよっていうね。そしてこちらは、はい、取扱説明書ですね。こんなあれは見てもよくわかりません。全部イタリア語か英語です。どっちかな、まあ、ちょっとまた確認しましょう。あとは証明書が入っています。これも何かはわかりません。これもちょっと何かはわかりません。クリームって書いてますねクッキー&クリームみたいにクリームって書いてますね。まあみたいな感じです。でそれ以外にもクリーンウォッシュみたいな感じのやつですね。多分これをつけてもしかしたら拭くんじゃないかなと思います。そしてこの椅子がついてきました。この椅子はコンサートベンチなんですけども、くるくる回すものではなく、このここで勝手に上がって座れば足をこうやって上げてても自然と落ちるという優れものになってます。僕は今までね、まあコンサート会場とかでぐるぐる回すことが多かったんですけども、ちょっとね時間がかかったりうまく調整ができなかったり手首痛めたりとかするので、まあこのようになってるそうです。これなんかパッツオリともう一つの椅子の会社かなんかが共同してなんか制作したそうです。でね、この椅子にすごいところはここにねメモリがあります。ですので自分がどこの位置で座りやすかったかっていうのを記憶させることができるんですね。そのような椅子たちがついてきました。あとはシャンパンをいただきました。まあ、そのシャンパンはまだ飲んでないんですけども冷蔵庫にございます。なんかあのイタリアの近くのなんかシャンパンだそうです。僕はあんま普段お酒飲まないんでまだ冷やしてます。あとは除湿機と加湿機がついてきました。一つは三菱の除湿機です。加湿機は大日というねメーカーの加湿器がついてきました。それはねものすごく強力で、僕はこの部屋を 45% から 50% の湿度で保ってるんですけども、もうそれをね今の冬でもね簡単にね湿度を保ってくれるような最強の加湿器がついてきました。あとはあのこのでっかい室温時計がついてきました。そしてあの時々ね掃除をしてるこのなんかゼロくん、僕猫ちゃん飼ってるんですけども、その猫ちゃんぐらいモフモフしてるこの掃除ホコリ取りがついてきました。はい、モフモフしてます。そんなわけでパッツオリを買ったらこのような商品たちがついてきました。よかったら参考にしてみてください。というわけで皆さんバイバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドボタン押してって。